はい、どうも、荒木裕太です。今日紹介する論文は、戸池勉さんの転校論ですね。まあ、転校論っていう、まあ、有名な、なんていうか、分野っていうか、まあ、歴史的研究の分野があるわけですけども、まあ、その転校概念を、まあ、今日でも、使える、まあ、なんていうか、教訓を引き出すために、読み直してみる。まあ、そういう論文ですね。で、まあ、そのために、第一に、戸池さんはですね、吉本龍明の、まあ、転校論。まあ、有名な仕事なわけですけども、まあ、それの、なんていうか、読み直しをしていると。で、まあ、吉本の転校論の特徴は、まあ、二つ挙げられると。一つは、転校っていうのは、外からの権力、国家権力によって、自分の思想、心臓を曲げて、マルクス主義革命を諦めて、体制側に寝返る。まあそういうふうに捉えがちなんだけども、それはまあ間違いであると。まあそういうことを言っている。むしろ外からの権力がどのこうのっていうよりも、大衆からの孤立感っていうものの方が、大きな動機づけになってるのではないかってことをまあ活発したというわけですね。で、これに引き続いて特徴の二つ目として、非転校っていうのは、戦前の、そして戦後直後の共産党、共産主義、日本の共産主義においては、とても高く評価された。つまり、自分の思想、信条を曲げないで、運動に貫徹して、すごいんだ、みたいな形で評価されやすいんだけども、しかし、吉本龍明はそうではない。彼らは別に偉くないんだってことを言っていたわけですね。なぜならば、転校っていうのが、孤立の把握。現実と自分が信じている理念、この乖離の把握に由来しているものならば、非転校者っていうのは、その把握、現実認識に失敗してるじゃないか。まあそういうことを言うわけですね。まあ自分の信じる理論がどれぐらい実現可能性があるのかっていうことに対して、あんまり、なんていうか、頭が回ってないと。まあ空気読んだ方がいいんじゃないかっていうことを、まあ言ってるわけですね。で、まあ、こういう吉本の、転校論から学びつつ、戸池さんはですね、じゃあ、転校、者っていうのは、どういうふうにして、生まれやすいのかってことを考えている、わけです。で、まあ、戸山さんが言ってるのは、中間校で、なんていうか、転校と非転校の立場、その中間校で、共通するものが、共通する性格が、あるならば、彼らは容易に転校するんだってことを言っているわけです。例えば、マルクス主義からファシズムに転校する場合は、しかしその中間に反資本主義だとか、あるいは反欧米主義、まあそういったものをかませることによって、マルクス主義からファシズムに転校することが容易になる。まあ、どっちも同じ戦いじゃんっていうことで、容易になる。とか、あるいは、プロレタリア文学から戦争文学への転向なんかだと、それどっちも、対立的に見えるんだけども、しかし、どっちも政治に文学が従属するべきなんだっていう考えでやっているってことならば、どっちも共通している。まあ、中間校で共有しているものがあるから、スムーズに転向できるでしょというわけです。まあ、こういうふうにして、まあ、転校っていうものが、成り立ってきたというわけですね。で、まあ、戸池さんは、吉本流明的な意味での非転校にならない、まあ、もっと柔軟な、非転校によって、なんていうか、自分の政治的信念を貫く方法があるんじゃないかってことを考えている。まあ、端的に言うと、それは、自分が信じている理念なるものに優先順位をつけることによって、どういう、要件ならば、自分は道を譲ってもいいのか、つまり転校してもいいのかっていうことを、ちゃんと準備しておくってことが、まあ、大事でしょうと。いうふうに言うわけです。つまり、守りたいもののために変わっていくのならば、実は、
その、最終的に守りたいものは守れるわけだから、それは非天候っていうふうに言っていいんじゃないか。つまり、吉本の批判から免れるような形での非天候というふうに言っていいんじゃないかってことを、まあ、考えているわけですね。それがまあ、容姿なんですけども、吉本流面のね、天候論、私も昔読んで、当時もなるほどなっていうふうに思いましたけど、まあ、今回読み直してみてね、なるほどなっていうふうに思いましたね、やっぱりね。はい。まあ、というわけで、今日の紹介は以上です。ではまた次回。